はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。とガラスペン作家さんの準備ができたところからちょっと撮影させてもらってます。はい、こちらはスタジオトゥースさんですね。ガラスペンの、そう、トゥースさんはこの先端の変わってるやつ、こちらがすごい得意なんですよね。字を書くにしろ、レタリング風に書けるガラスペンということで。今回21本の出展となっております。綺麗です。はい。もちろん、インクも。プラス作家さんね、今インクがすごいんで。はい。こんな感じで。こっちはペン置きでいいんですかね。ペンレストが、はい、こんな風にありますので、また良ければ見てください。はい。よいしょ。ちょっとバッと。はい。はい、次の方いきます。こちらは愛知県のテスタ工房さんです。YouTube、ライブじゃないです。あ、載せます。しません。はい。ノーカットですよ、僕の場合は。はーい。こういうことで、はい。ポチョンですね。はーい。ちょ、ペンと。で、こちらの青の方から今回、の新色。新色というか、去年も出したんですけど、ええ、紫イメージのレイニーカラーということで、青緑色のペンを出したんですけど。綺麗ですよね。新色はこっち。カステラカラー。カステラ。出ましたね。カステラですね。はい。おはい。さあ、僕が朝並んで買ってもいいんだろうか。そんだけですね。はい。みんな並ぶの見ないわ。僕も並ぼうかなと思います。せつさんの買いに来るのに並ぶ。せつさんのところ。僕一応来ないことになってたので大丈夫です。はい。お買い物しに来たと。はい。インクもね、はい、こんな感じで。はーい。ではまた次の動画でまた、はい、他の作家さんも載せていきます。